で亡くなった時、枕元には、撮影予定だった浮世絵師・社楽を主人公にした完成対応電の資料が広げられていて、その資料を覗き込む姿勢で自然死していたそうです。その死に事件性がないかを調べるために、警察が川島の遺体を大塚の監察医務員に運ぶ車には、川島と長年コンビを組んでいた脚本家の柳沢さ久、当時の監督の今村翔平が同乗していたそうです。えー、脚本家で柳沢さ久,久は、この時今村翔平が、 川島さんは死んだことをまだ気づいていないようですな、とつぶやいたと書き残しています。まあだから、安らかな死に顔だったんでしょうね。また、川島に指示した作家の藤本義一によれば、川島は亡くなる直前に、大阪の南地、北新地、東京の銀座のすべての行きつけのバーのつけを現金書き留めで払っていたそうです。書き留めの決心は亡くなる前日でした。藤本義一は、これほどお金にきれいに死んでいった人を他に知らないと語っています。